の US Airways 1549便がニューヨークシマンハッタン区付近のハドソン川に不時着水した航空事故である。離陸してから着水までわずか5分間での出来事であり、乗員、乗客全員が無事に生還したことから、当時ニューヨーク州知事であったデビッド・パターソンは、この件をハドソン川の奇跡と呼び称賛した。2001年に ラガーディア空港で撮影された、自己記事故児の塗装サレンバーガー基調と、スカイルーズ副操縦士飛行経路、同期は離陸後、北北西方向に向かい、その後半時計回りに旋回してハドソン川に沿って、南下した。ハドソン川に浮かぶ機体。機体全部と、尾翼部分が見える。アメリカ沿岸警備隊、FDNY、NYPD、フェリーに取り囲まれている。 メディアを再生する3時31分2秒 PM の富士着水と救助沿岸警備隊のビデオメディアを再生する富士着水から20分後のビデオ何隻もの船舶が救助に集まっている当該機の着水地点は機長の判断通りに水上タクシーや観光船マンハッタン島とニュージャージーを結ぶ水上バスのマンハッタン側の発着場に近く また、ニューヨーク市消防局やアメリカ沿岸警備隊の警戒船や消防艇が停泊する港に近かった。偶然付近を航行中の通勤フェリーを操打していた、ビンセントロンが着水4分20秒後に現場に到着して即座に救助に当たり、後を追うように水上タクシーと沿岸警備隊や消防の船が救助活動に当たった。 機内の捜索のための潜水要員も警察からヘリコプターで向かい空気ボンベを外して6メートルの高さからダイブしている。またニュージャージー側からも救助の船が駆けつけた。ニューヨークの中心部であるマンハッタン島に近く迅速に活動できる船舶が多かったことも機体が沈んでしまう前に全乗員乗客の避難を完了させることにつながった。 事故の原因はエンジンに複数のカナダガンが吸い込まれたことである。このカナダガンは成長した大型のものだった。これによりエンジン内部のコンプレッサー部分が致命的なダメージを受けたためエンジンを再起動できなかった。ただし回収されたフライトデータレコーダーの解析では右エンジンはフレームアウトしたが左エンジンは完全にはフレームアウトせず このため、飛行速度が低かったもののウィンドミル状態に近く、付随するオルタネーターが、操縦等に必要な電力を賄える程度の回転数は保たれていたことが確認された。エンジン停止後、機長は、当時のチェックリスト内では、優先度が低かった APU の軌道を即座に行った。次に操縦を交代し、副操縦士は、 QRH を開き、エンジン停止時の対処を始めたが、このチェックリストは、機体が高度2万フィート以上にいる場合の想定で作られていたため、とても長く、全項目を完了させるには、時間が足りなかった。また、パイロットたちは、エンジンが再始動不可能なまでに、致命的に損傷していたことを把握できていなかった。緊急着水の項目は、 最後のページに書かれていたため、同期に搭載されていた浸水を防ぐための、弱用リリーフバルブを強制的に閉じるスイッチが押されることはなかった。一方、APU の起動が早かったことが功を奏し、飛行制御コンピューターへの電力は失われずに済んだ。これが、パイロットの操作を補助したことにより失速を回避し、搭乗者の生存率を上げていた。 自己調査の過程で、米国家運輸安全委員会が行ったフライトシミュレーションでは、エンジン停止後にすぐに空港へ引き返していた場合は、緊急着陸は可能だったことが判明している。しかし、シミュレーション中にパイロットが行った即時の旋回は、鳥の衝突を認識して一連の行動を、 決定するために必要な時間遅延などの現実世界の考慮事項を反映、または考慮していなかった。都市、シミュレーションは非現実的なものとした。実際には、自己機のパイロットたちは、訓練通り、QRH を実施し、また管制官の指示を受けて空港への引き返しを、始めた時にはエンジンが停止してからすでに30から40秒ほど、経過していた。そこで、 35秒の遅延時間を挿入し、再度シミュレーションを実施したところ、これに参加したパイロットたち全員が、空港到着前に機体を墜落させる結果となった。中には、市街地に墜落したパターンもあり、地上の被害も出ていた可能性も示唆された。以上のことから、理事会は、最終的に、機長が正しい決定を行ったと判断した。 カロライナス航空博物館で6月11日に開かれた元乗員、元乗客他数百人を招待した移送完了パーティーでのサレンバーガー元機長。パーティーでのスカイルズ副操縦士とサレンバーガー元機長。サレンバーガー機長は様々な表彰を受け、事故の5日後に行われたオバマ大統領の就任式にも招待された。 2009年10月1日、サレンバーガー機長は事故を起こした1549便と同じ路線で操縦士として復帰した。機長の復帰フライトでは、事故当日と同じスカイルズが副操縦士を務め、事故機の乗客のうち4名が登場した。サレンバーガー機長が機内アナウンスで自己紹介を行うと、客室内では拍手と歓声が沸き起こった。 機体は事故の1年後にオークションにかけられた。2010年3月3日、サレンバーガー機長は30年間にわたる現役パイロットとしての乗務を得た。2011年6月4日、カロライナス航空博物館へ航空機の移送が開始され、同年6月11日に元機長を含めた元乗員、元乗客などを招待したパーティーが博物館で開かれた。 2012年1月15日元乗客に対して、博物館で展示されている飛行機の機内が公開され、元乗客が、自らが座っていた座席の今を確認することができた。なお、機体は、今も、一般公開されているが、機内については、一般公開されていない。内は、英語の原文で、15時27分50秒のは、不明瞭な発言を示す。 更新などで便名が間違っているものもあるが、そのまま示してある。また、一部省略した部分もある。ありがとうございます。